はいはい、百田新党改め、日本保守党の皆様、アカウントですね、現在ですね、22万人超えておりますね、20万人突破、おめでとうございます、おめでとうございます。そして、申し訳ありませんでした、昨日ですね、おやおや、ビビに、百田のおやおや、ビビに、ぶん殴られてしまいました。そしてですね、おやびんがですね、その、大見心、広い心を持ってね、しゃあないなとおっしゃっていただいた、その、しゃあないなとおっしゃっていただいたね、直後にですね、自民党の現役議員、自民党の現役議員からご連絡をいただきまして、おやおやビンビンの6倍くらいぶん殴られました。もう昨日の動画のせいでですね、私、もういろんな大人に怒られてしまいました。申し訳ございませんでした。どうも闇の駒さんでございます。ということですね、これね、何から言ったらいい、何から言ったらいいのかしら。昨日ですね、私、ある動画を作ったわけでございます。その動画がですね、たった30分、たった30分でですね、大拡散されまして、めっちゃ怒られた、めっちゃ怒られました。今もう非公開にしろから見えませんよ、見えませんよ。怒られました。その経緯をですね、ご説明したいと思いまして、動画を作っております。この経緯でございますか、あの動画を作った経緯はですね、おやおやビンビンにですね、絡みたい。おやおやビンビンに絡みて、大好きだもんと思ってですね、おやビンに絡むため、それだけの動画でございました。そんな私はですね、自民党の党員でございます。その私はね、自民党の党員なんですよ。なんなら最近ね、岸田頑張ってるじゃん。岸田すごいじゃんなんて言っちゃう手たらくでございます。こんな私がね、日本保守党、日本保守党に絡めますかね、親瓶に絡めますか、絡めませんよね。無理ですよね。だからですね、こっそりとですね、リツイートポチポチ、リツイートポチポチしてですね、草葉の陰から応援をしておりました。しかしですね、私、どうしても絡みたい。楽しかった。この世のカムバックと思いましてですね、何か絡むネタはないか、なんかねえかと私一生懸命探しておりました。その時に飛び込んできたのがですね、岸田の内閣改造で、すごいの来た、外務大臣じゃねえ、防衛大臣だ、防衛大臣にすごいの来たと、木原稔、なんだって、台湾が大好きな議員だって、しかも、なんと安倍晋三の秘蔵庫、しかも何やらですね、小耳挟んだところにおりますとですね、おやおやビンビンとも、おやおやビンビンともちょっと関係があるらしいと、これだと私思いました。その記事をですね、ちょっと、ね、表側をちょっと舐めただけでですね、私、親瓶のところにですね、親瓶こんなネタあるよ親瓶ってですね、嬉しそうに絡みに行ったわけでございます。したらですね、そのネタがやばかった。そのネタが大爆弾でございました。そのネタのことはですね、私、説明はいたしません。怖いからもう説明なんかできるか。簡単に言うとですね、まあね、親瓶とかが出たイベントにですね、クソの朝日新聞がですね、突っ込んできてですね、雑な取材を行って、嘘記事を書いてですね、日本中にばらまいちゃったんですよね。で、これがまた大騒ぎになりましたですね、その嘘記事のせいでですね、これはもう収拾がつかんと、これはもうね、真実を知る当人たちのですね、言葉を待たなければならないとね、ということで、ね、親瓶がですね、こう真実のですね、何ですか、これ、大方言だ、そう、大方言なんかをですね、ここにですね、真実が全部書いてありますので、こちらね、概要欄に貼っておきますので、みんな買って読んでくれ、頼む、俺の謝罪を手伝ってくれ、大方言ですね、これね、書くという状況になったわけでございますけれどもね。結果ですね、その話題というのはですね、本当にセンシティブ、とってもセンシティブ、もうね、今ね、マスコミも簡単に扱えない、政治家なんかもう取り扱い要注意のですね、話題、イベントになっておりましてですね、もうね、これを口にするのはですね、極左、左翼のアホ新聞くらいではボケーと言われる状況だったのでございますね。私、そんなことをつゆ知らず、1ミリも理解しておらず、ね、俺って IQ3 じゃない ?IQ3 じゃない。全くわからずですね、こんなやべえ話題を持ってですね、ポテチとコーラを食べながらですね、親瓶って昨日ですね、動画を作ったわけでございます。そしてですね、20分後、親瓶にですね、ぶん殴られました。もう、ボコボコにされました。ある意味、私を攻撃する動画になっている。注意しろという方ですね。ごめんなさい。もう私ね、このツイートに気がついてですね、平謝りでございます。もう、ひたすら謝りました。そしたらですね、親瓶ですね、その広い心でですね、もうしょうがねえなという感じでですね、ツイートを、優しいツイートをしてくださったんですよ。そしてですね、優しいですね、日本保守党の皆様もですね、優しい声をかけてくださったんですよ。どれくらいこの声に救われたかわかりますか、皆様、本当にありがとうございます。そしてほっとした瞬間にですね、一本の電話が鳴りました。なんか知らない人からかかってきた。何これと思ったらですね、その話題のほぼ渦中、その話題のですね、ほぼ渦中にいた自民党の現役の議員さんからですね、連絡がございまして、はい、私、親瓶の6倍くらい怒られてしまいました。お前はどうしていつもそうなんだ、なんでそん
なにバカなんだ。みんながですね、取り扱い注意だ、これちょっと言わない方がいいんじゃない、これ言ったらいろいろ問題引き起こすよね、ちょっと大事な話だけれども、これは言っちゃダメだよねって、みんながですね、避けて通る話、避けて通る話に、なんでお前は気軽に頭を突っ込んでくるんだと、ね、もうコーラをごくごく飲みながら、何これっつってみんなの方にパパパパ投げるとね、なんでそんなことをするんだ、頭のネジが2、3本足りんのか、もうお前だけ所得税2倍にするぞとか、ね、そう、最後の嘘ね、最後の嘘ね、自民党にそんな言われたらお前震え上がるわ、という形でですね、もうコンコンと怒られてしまいました。もういろんな大人に怒られました。私、思えばですね、私今年ね、怒られてばっかりなんですよ。知ってました？今年の初めくらいですね、私のね、怒られる人生のですね、これね、きっかけになったのがですね、まずみんな大好き、ひまそらさんね、ひまそらおじいでございますね。ひまそらおじいにですね、アスナだ、アスナ、いいアスナがいるよ、とってもいいアスナがいるよってですね、もうおじいが怒りそうな話題でですね、私絡んでいたらですね、もうね、目ん玉飛び出てくれ、後頭部ぶん殴られまして、ぶち殺すぞと、怒られました。もうね、平謝り、この時も私、平謝りしました。私ですね、危うくですね、もう、ヒデトティ、私危うく、ヒデトティよりも先にですね、滅せられてしまうところでございました。それだけではないです。はい、みんな大好き、イカリちゃん、みんな大好き、イカリちゃんにもですね、打ち間違いね、言葉の意味のね、打ち間違いをしてしまってですね、おかしなツイートをしたんですね。したらそれを見てですね、イカリちゃんがですね、は？ん？へぇ？は？はぁ？ってですね、だんだん、怒ってる、ちょっと待って、そういう意味で言ったんじゃないでしょ、違うんですよってね、平謝りのメールを送ることになってしまいました。大変あの時も申し訳ございませんでした。そしてまだまだこれだけじゃないんです。はい、沖縄の言うボギーテトコンさん、沖縄の言うボギーテトコンさんもですね、親便に怒られる1日前、怒られておりました。私、ある動画を見て興奮してしまったんですね。アホの環境活動家がですね、これ道路に座り込んでやがるでしょう。これをですね、ドイツ人がバッタバッタとやっつけられる動画を見たんでございます。私、これでテンションが上がってしまいまして、沖縄の地元民もこのくらいやったらいいのになぁなんてツイートしたんですよね。そしたらですね、ボギーさんがですね、アホですか、闇の熊さん、アホですか、沖縄でこんなことをしたらまず動画を撮られてしまい、地元の新聞に右翼の暴力だと掲載されて、身バレをすれば職場への嫌がらせや、事業主であるならば不買運動を起こされて仕事が干されるんです。そして全治1日の診断書で刑事告訴されるんです。そしてさらに新聞にさらされるんです。生きる糧を失って、信用を失って、路頭に迷うことになるんです。分かってますか、分かってませんよね、バカだから、という形で怒られてしまいました。この時私謝りました。申し訳ない、もう右往左往でございました。こんな感じ、私今ね、こんな感じなんです。もうね、大人に、ちゃんとした大人に怒られまくりでございます。残りはですね、もうね、有本香里さんにですね、もう鼓膜を破れんかばかりにですね、引っ叩かれるのを待つのみというような状況になっております。もしくはですね、スムシをしていたらですね、私の心にですね、じわじわとダメージを与えていくというような状況になっております。ササヤンを応援し始めました。有本さん、ササヤンを応援し始めました。私もワコンでございます。というわけで、ちょっと待って、目に毒、怖いよ。というわけでですね、皆さんですね、いい大人の皆様、本当に大変申し訳ございません。もう大変申し訳ございません。私ですね、興奮したらですね、もう言っていいことの悪いことの区別がつかなくなりますので、本当に申し訳ございません。じゃあこれから気をつけます、ということでですね、もう一個言って、さ、昨日の動画をね、落としたんでね、全部伝え切れてないところがありまして、あれだよ、岸田の人事すごくね、今回の内閣改造やばくね、それだけ言わせて、いや、なんか目玉がいっぱいあるじゃん。いっぱいあるのは分かってんだ。例えばさ、この人はすごいじゃんね。まさかの上川さんが外務大臣、林芳正がクビになってですね、上川さんが外務大臣になりましたよね。で、皆さん、上川さんって知ってます？あれですよ、オウム真理教のですね、大バカ野郎たちをですね、の死刑執行した鉄の女。しかもですね、これ、オウム真理教のですね、これ、大バカ野郎たちを死刑執行したその夜にですね、安倍さんとか岸田と一緒に酒を飲んでいたと。もう鉄の女、肝玉の座った女でございます。まさかこの方が外務大臣って、どういうことと思ったんだけど、どうもね、この方ね、外国語も堪能なんだったね。この方外国語も堪能だから、だからね、今ね、まあ中国のアホどもにですね、日本の強い意志を見せていかなきゃいけない時期じゃん。うってつけかもよ、うってつけかもよと思って、お前、人事するじゃないかと思いました。で、個人的にね、やったと思ったのがですね、地味花子さんでございます。これね、まあ、地方議員から大人気。地味さんという方がですね、これ、ね、地方創生大臣になりました。これね、地方議員マジで喜んでるから。これでですね、これ地方のですね、政治がね、良くなるぞっつって、めちゃめちゃ喜んでるから、これ、俺実はね、大注目なのよ。ただですね、これね、大阪関西万博の担当になっちゃったというところもあって、これはちょっとババじゃないですか。
大丈夫か、でも地味さんならうまく乗り切ってくれるよねとか、いろいろ、いろいろサプライズ人だったんだけど、一番はやっぱりここじゃない。ここじゃない。これね、冒頭言った通りですね、新防衛大臣ですね、これ木原実さんですよね。最初ですね、多くの方がですね、これね、木原、防衛大臣に木原、マジでバカになったのか、岸田ということで、発狂しかけたと思うんだけど、あの木原はですね、なんかね、ようわからん役職、ようわからん役職、自民党幹事長補佐、なんか、お前補佐とか副とか、お前本当に仕事できんの？なんかすげえ微妙なんだけど、だから一応、こいつはもう無視していいんだよね。だからね、こっち、内閣改造で新防衛大臣になった木原稔さん、この方すごい方で、昨日の自動動画でちょっと言ってたんだけど、例えばね、これね、本当にね、木原稔さんというのはですね、議員連盟、日華議員懇談会、これね、日本と台湾の間をつなごうじゃないかっていう議員連盟なんですよ。今一応ですね、中国を気にしてですね、国交正常化とかできてないじゃん、断交中ではあるじゃん。でもですね、台湾は素晴らしい国だから、やっぱり連携はしておかなきゃいけないということで、自民党のですね、議員青年局なんかも含めてですね、台湾と行き来めっちゃしてるんですよ。ちょっと前にはですね、安倍さんとね、岸田がですね、二人でですね、台湾に行ってですね、そしてそこでですね、岸田がアホのように酒を飲んでですね、岸田は上髪だとか言ってですね、台湾人にやたぞ人気が出たなんていう話もありましたけれども、こんな感じでこの議員連盟懇談会の事務局長を務めてきた本当にね、台湾派、台湾大好きな方なんですよ。そしてそれだけではなくてですね、みんな大好き安倍さんだよね。安倍さんがですね、首相だった時の首相補佐官をやっていた、まさにこれ安倍の秘蔵子なんですよね。これその方がですね、今回防衛大臣になったということで、これすごい人事なのよ。これ完全にね、林鳳生なんかを切り飛ばしてですね、ね、台湾、中国への融和、中国へ気を使った融和をしていた前回の内閣と違ってですね、完全に中国との対決姿勢、中国との対決姿勢を表すですね、すごい人事なのよ。すごいのよ。いや、だからね、この方がどんな方かっていうのをですね、その昨日もね、読んだんだけれども、昨日ですね、なんか1万5000回くらいしかね、もう最初のですね、25分くらいしか上げてなかったからさ、その回ってないから、この方がね、どういう防衛、台湾に対してどういう考え方を持っているのかというですね、こちらの記事をちょっと読もうと思うんだけど、もうちょっと言おうか、これほんとすごいのか、まあいいか、これを先読んでみようか。まずですね、このね、新しい防衛大臣になったら、木原稔さん、台湾有事に関してですね、日本はどういう立ち位置で挑めばいいのか、これがね、日本はポーランドのように役割が必要であると。要するに、今ね、ウイグルじゃねえや、ウクライナとですね、ロシアがですね、絶望的なね、もう今やもう、ロシアにとって絶望的になってきたけどな、戦争してるでしょうね。そのね、ウクライナをですね、陰でがっつり支えているのがポーランド。陰でがっつり支えているのがポーランドだったりするんだよね。そのね、後ろでがっつり支えているポーランドのね、役割をですね、日本は担おうじゃないかと。ね、台湾の方々がですね、後ろを気にせずに全力でですね、自国防衛のために戦えるように、そういう形で台湾を支援しようじゃないかっていうね、これ非常に現実的なんだよね。これめっちゃ現実的なんですよね。台湾と一緒になって中国にミサイルをぶち込めとか言ったらですね、結構全面戦争になりかねないから、うまい立ち回り、上手な立ち回り、ただ小賢しいだけではなくて、もう本当に、ね、国際社会からけた見事だと言われる立ち回りが必要なんですよ。で、その考え方をこの方は持ってらっしゃるんだよね。すごい方なんですよ。ちょっと読んでみる。日本と台湾の交流を進める、超党派議員連盟、日華議員懇談会の木原稔事務局長は、ロイターとのインタビューで、仮に台湾有事が起きれば日本はウクライナ戦争で避難民を保護したポーランドの役割が求められるとの見方を示した。これわかります？これロイターの独占記事なのよ。わかります？世界のメディアロイターが、台湾有事における日本の役割はどう考えるかということを聞くために来たのに、インタビューをしたのがこの木原稔なんですよ。世界から結構注目されてること分かります？これ。多分ね、世界の報道では、この、ね、木原稔が防衛大臣になったというのが一番どでかく報道されてます。これね、新エースのね、新スターのね、これ誕生の可能性あるんですよ、これ。はい。ウクライナはですね、ロシアの侵攻を受けて、多くの人々がですね、国外に避難。隣国のポーランドには最大の支援国の一つで100万人以上の避難民を受け入れました。また国外にですね、避難をした人の多くが、ポーランドから EU 域内に入りました。木原氏はですね、我々は日本の国会議員なので、在外邦人、つまりは海外にいる日本人の保護が一番だけれども、当然もちろんそれは考えるんだけれども、それと同時にですね、台湾となると、ウクライナ戦争におけるポーランドの役割を担わないといけないであろうと述べました。日本の外務省によると、台湾の人口は2326万人、およそ2万人の日本人を含めて、在留法外国人も多いわけでございます。木原氏はですね、日本は国際社会の一員、G7 唯一のアジアの国であるとした上で、日本人のみならず台湾人の避難民も保護することなどを考える必要があるとの指摘。まあ確かにそうなんだよね、これね、実際ね、そうなると移住外国人が増えんじゃないかという心配もあるんだけれども、そことのですね、兼ね合いをしながらですね、とはいえた台湾人をですね、ちゃんと保護していかないと世界中から大非難されるからね。
間違いなく世界中から大非難されて、万が一の時助けてくれない可能性があるから、この考え方めっちゃ大事なんですよね。隣国の日本人にとっては非常に大事な視点であると述べました。木原氏はですね、中国が台湾を取り囲むように軍事演習を行った直後の、昨年の8月の中旬、日韓議員懇談会の、フリアさんと共にですね、台湾を訪問、蔡英文総統をはじめ、政府や与党の要人と会談をしました。10月に訪台もしております。ね、日本はですね、台湾を国として認めていないため、正式な外交関係がなく、非政府間の実務関係を維持しているという状況でございます。わかります、わかります。この考え方めっちゃ大事なのね。ほんと、今の台湾の状況ってすごいんだよ。知ってる？これね、これね、昨日のニュースではあるんだけれども、これね、防衛省の、日本の防衛省がですね、台湾に現役の職員を常駐させました。今まではですね、退役した自衛隊員が確か一人だけだったよね、確かね。一人だけいるという状況だったんだけれども、でもね、外務省とか他の省はですね、現役の職員をですね、台湾に置いてたりとかするんですよ。でもですね、中国におもねって、中国のことを気にしてですね、防衛省とも戦う組織だからね、この戦う組織から現役の職員を台湾に出せてなかったんです。出そうっていう話はあったんだけれども、時折で、ね、ポシャポシャ潰されてたんですよ。ついにその話がね、潰されずにですね、台湾に防衛省のですね、現役の職員を常駐するということを決めました。これで意思の疎通や情報収集がめちゃめちゃ強化されるんですよ。ほんでね、このその台湾が今どんな状況かっていうとすごいんですよ。どこだっけ。これ。台湾は、もう、いつ中国が来てもおかしくない状況であるがゆえに、はい、手榴弾を増加、実弾の投擲訓練で、中国との戦争に備えという形で、もうバリバリ戦う国になりつつあるんですよ。そこに、あえての防衛省のですね、この職員常駐。これは超どでかいよ。これもですね、世界のマスコミがですね、もう一気に、これもロイターね。で、さっき見せたのはですね、ニューズウィークですよね。世界のマスコミが、ついに台湾有事始まるのかと言わんがばかりにですね、これ報道してるんだよね。これすごいニュースだから、ちょっと読んどく、はい。どこだ、これかな、日本の防衛省がですね、台湾との窓口機関、日本台湾交流協会の、台北事務所にですね、背広組の現役職員を常駐させることが分かりました。中国と台湾の緊張が高まる中、日本はですね、台湾との距離を徐々に縮めておりまして、軍事を含めた情報収集や、当局との意思疎通を強化をするとね、事情を知る関係者4人が明らかにしました。ね、そしてですね、日台間にはですね、国交がないという状況なんだよね、今ね。だからこそ台北事務所が、詐称の発表、ちょうどいいんだっけの発給など、実務業務を担うですね、日本の在外交換として事実上機能しておりました。同関係者によると、防衛省はこの職員を、出向の形で派遣、以前からですね常駐するですね退役、自衛官とですね二人体制にしました。台湾当局とのですねコミュニケーションが良くなったと、関係者の二人は説明をすると、経済産業省や外務省など、他のですね政府機関が台北事務所に現役の職員を出向させる一方で、防衛省はですね中国が反発することを考慮して退役の自衛官を常駐させるに留めてきたんですよ。これ超でっかい変化なの。もしかしたらね、現役のね、今のね、防衛大臣であるですね、浜田さんからですね、この台湾が大好きなですね、木原新防衛大臣への、ある意味プレゼントかもしれないね。だとしたら粋なことをしてくれるじゃないか。ね、素晴らしいよね。そしてですね、現役の防衛省の職員を、台北事務所に派遣をする計画は、日本の一部のメディアが昨年報じていました。関係者らによるとですね、報道を受けて派遣は延期されました。というような状況だったんですよ。これをね、見事にぶち壊したんだよね。防衛省はロイターの取材に、従来から日本政府の職員が休職をして、交流協会にですね、出向しているとする一方ですね、職員一人一人の人事について、個別に答えることは困難と回答。台湾とはですね、1972年の、日中共同声明を踏まえて、非政府間の実務関係を維持していくと、立場を説明しました。台湾外交部はですね、この件にはですね、直接言及をせずにですね、日本政府が国際社会において台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し確認をして、力による一方的な現状変更に反対をしてくれているということに関して感謝をするというコメントをしましたね。やっぱね、中国っていう存在はでかいからですね、まだですね、これね、がっつりと手を握れないんだけれども、でもね、裏ではがっつり手握ってると思うよ、これ。少なくとも木原稔さんが防衛大臣になったら激変すると思いますよ。はい、台湾でですね、日台間はですね、1972年の、断交以降もですね、議員外交など、ね、非政府間の実務関係を維持しておりまして、とりわけ2016年には、蔡英文政権が発足して以降はですね、民進党と自民党との交流が活発化しております。両党はですね、外務防衛についてですね、協議をする与党間2プラス2をですね、これまでに、4度開催しました。8月にですね、台北で、講演したですね、自民党の麻生太郎副総裁はですね、抑止力の強化を、の重要性をですね、強調し、日米や台湾には、いざとなったら戦うからね、
なって、アドさんのコメントですよ。あれ見事だったよね。戦う覚悟が求められると語ってくれました。日本政府もですね、昨年末に改定をした安全保障三文書で台湾情勢に触れまして、台湾海峡の平和と安定は国際社会のですね、平和と安定と繁栄に不可欠であると明記をしましたという形でですね、これすごいニュースよ。これマジで見事なニュースよ。で、この状況に加えて、新台、台湾が大好きで、安倍さんの秘蔵校であるですね、この木原美濃さんが防衛大臣になったのよ。これマジで新たなスターの誕生よ。そしてその台湾は、もう戦う姿勢ゴリゴリ、実弾ね、これ手榴弾を増加させて、実弾のですね、この投擲訓練に、始めまして、もうゴリゴリ戦争準備、ゴリゴリ戦争準備でございます。あ、せっかくだからこれ読んどく。台湾の状況見とこうか。ね、今中国に攻められてしまうそうな台湾の状況がこれですよ。で、日本もさして変わらん状況だからね。さして変わらん状況よ。その台湾を見たね、新台の木原さんがどういう対抗してくるのか、すっげえ楽しみ。はい、というわけで台湾の今の現状いきますよ。台湾が手榴弾を増加、実弾投擲訓練で戦争に備えというお話でございます。台湾の陸軍は2024年から2026年の間に新台湾ドルで約10億ドルで、台湾ドル約47億円をかけてアメリカからですね、 M67 破片、手榴弾をですね購入する予定であると。専門家はですね、新兵が実弾を使って手榴弾を投げる訓練が必要であり、これは戦争の備えとしての訓練を強化するのに役立つと指摘をしていると。台湾国防部の、7日のですね、定例記者会見で、陸軍司令部参謀長の、陳中将はですね、来年からの、兵役志願者及び、義務服役に関服するですね、国民について、新兵の、ちょ、コーヒー飲んでいい、新兵の訓練期間中、基本的な動作、そして、手榴弾の原理、安全規定などから、教育をはじめ、実弾での手榴弾投擲訓練を段階的に実証すると述べました。これね、日本でもですね、検討した方がいい状況だよ、これ。台湾と日本って、本当に差して変わらない状況だからね。特に沖縄なんて本当に危ない状況だから、これはね、ワンチャン訓練を検討した方がいいかもしれないよね。頑張る。そしたら頑張るよ、はい。中国はですね、台湾を武力で統一をする選択肢を放棄しておりません。それを受けて台湾は来年から、兵役義務を1年に延長するという状況になっています。台湾のですね、海軍陸戦隊のですね、元教官である、これなんて読むの？僕わからん。新種はですね、エポックタイムズの取材に応じ、台湾がですね、アメリカから武器を購入するたびに、中国共産党を挑発していると、非難をする声がですね、上がっていると指摘をしました。同紙によると、中国共産党は台湾を統一したいと、考えておりまして、継続的に台湾に対して、認知戦を発動し、これ情報戦ですよね、対アメリカ会議論を広めているとね、台湾の中でですね、本当にアメリカって助けに来てくれるのかな、大丈夫なのかなというですね、この不安を煽っているということですね。また同紙はですね、台湾軍は2300万人の市民を守るために国防力を強化する必要があるのは当然だとしてですね、さらにですね、全国民もですね、空中補体、補体でいいのかな、大陸中国に対抗抗して、台湾を支持するという意思をですね、示すべきだとして、もし台湾海峡で戦争が起こった場合、民主主義国家の同盟は台湾を支援すると述べました。なぜ M67 破片手榴弾を大量に購入したのかについて、民進党のですね、王立法委員はですね、4つの理由があるとまとめましたね。手榴弾を買った理由ですよ。第一に、装備の近代化を向上させるためには陸軍歩兵がですね、使用する個人装備もや弾薬が非常に重要であると。日本はね、ここが足りてないんだよね。日本はね、長期的に戦うための弾薬とかがなかったりするんだよね。やっぱりそこを第一に持ってくるのは台湾さすがだよね。今回購入する手榴弾は新型で信頼性安定性品質が高いんだと。これはですね、台湾の現在の弾薬の品質をですね、更新するのに役立つんだと。そして第二にですね、台湾の手榴弾はそろそろ使用期限が過ぎるため、元々のスケジュール通りに更新交換を行うだけですと。第三にですね、職業軍人せよ、義務役のですね、兵士にせよ、現在は実戦型、すなわちアメリカ式、NATO 式の新しい訓練方法を採用しているので、相当量の弾薬を使用することになると。もう実戦に近い訓練してるんだね。第4に、ロシア・ウクライナ戦争から見れば、実戦ではですね、弾薬の消耗がいかに早いということがよく分かったと。これはいい勉強だよね。弾薬っていうのは、いくら持ってても損はないと。あっという間に尽きてしまう。だからこそウクライナは、もっとくれ、もっとくれって言ってるわけだからね。で、あるならば、最初からたくさん持っとこうぜっていうのが台湾の考え方です。正しいと思います。はい、王氏はですね、今回台湾軍が予算を組んで米軍の新型手榴弾を購入する理由はですね、特定の弾薬の在庫を増やすことだとしていると。またね、台湾の手榴弾の追加購入は両岸でですね、危機が勃発をするですね、可能性を示唆しているとの見方もありますと。王氏はですね、責任は中国共産党にあると反論しました。軍隊を動員し台湾やですね、インド太平洋地域の平和を脅かしているのは中国共産党である。その通りでございます。王氏はですね、台湾は自分たちの故郷を守るために装備を更新し訓練を強化している。これらの行動はただ国を守り敵の不当な行動を抑止するためのもので、地域の平和と安定に寄与していると述べましたという形でございます。もう戦う気バリバリでしょ。
戦う気バリバリでしょ。で、それが分かった上での、それが分かった上でのね、防衛省の台湾へのですね、現役職員、背広組らしいけどね、今回はね、現役職員の駐在なんですよ。で、ここに、この状況に、ね、身体、台湾を守るんだ、ね、台湾を守ることは日本につながるんだっていうですね、安倍さんの考えをまさに継いでいる木原稔が防衛大臣に就任したんですよ。これ、新スターの誕生じゃね？どう考えても新しい英雄の誕生でしょうということですね。私ですね、今後ね、木原稔さんのですね、これね、行動をですね、逐一追っていってですね、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけでね、もう一回させてもらっていい？日本保守党の皆様、大変申し訳ございませんでした。これからもですね、これはあんまり前に出ずですね、草葉の陰からですね、応援させていただきますので、本当頑張ってください。ということで、熊田の動画終わりたいと思います。バイバイ。